森の奥でアルババのクラクラ実況。はい、どうもアルババです。今日はねクラッシュオブクランやっていきたいと思います。こちらはね今日はね通常のクラン戦なんですけども、こちらの17番、こちらねタウンホール9全開アタックになるんですけども、リョックンのリプレイをお届けしていこうと思います。リョックン言ってますけどもご結婚されてますまあこんな感じのね全開対策配置ということなんですけども、ね、今回のね、戦術は、なんとナックルということで、ナックルって皆さん最近流行ってる戦術なんですかね。最近もなんかもうタウンホール級戦術名増えすぎてよくわかんないですけど、これリョックンに教わったんですけども、まあ要するに10バル的な感じなんですよね。で今回ねリプレイね、完璧なリプレイではないんですよね。結構ねミスが最後の方ミスがねちょろちょろっとあるんですけれども、まあねそれでも勝てるこのナックル、これをね今日お届けしていこうと思います。リョックンにはちょっと申し訳ないんですけれども、まあ、戦術の強さっていうのをねちょっとお届けしようと思います。ナックルの由来、なぜナックルかと聞いたんですけれども、一応あの野球のそのナックルボールっていうのはね、あの球が歪んでどこに行くかわからないと、うん、それがあのバルキリーの動きと同じような感じですね。そのバルキリーはどこ行くか分かんないじゃないですか、これ正直ね。こうサイドカット大きくしてもその中入ってからどこ行くか分かんないみたいな、うん、なのでそれが由来らしいですね、うん、ちょっと面白い戦術ですよね。さあそしてこちらがですね、そしてあのレイジとヒールでゴリ押ししていくと、まあ、出てきましたバルキリーで、ここで巨大爆弾を2連踏んだタイミングでヒーリングですね。まあ、ちょっとねこちらのね9時面のねバルキリーにかかりが薄かったかなとは思うんですけど、それでも勝てちゃうと、はい、このタウンホール9でこの食い引いてかなり強いですよね正直。 そこまで防衛施設が多くないというか威力が高くないので、レベルマックスのね食い引になっちゃうとかなり生き延びますよね。もう正直レイジとかそこまで中央部まで進軍しなければ必要ないかなと思うぐらいですよね。そして今レイジが1つ残っているんですけれども、このレイジをですね後々ちょっと見ていただきたいんですよ。まあ随分バルキリーも、まあ、生き残っております。っていうかね全部外に出てっちゃうんですよね。これナックルのリスキーなところだと思うんです。ここでねレイジをかければ、あの中央の施設ねもうちょっと楽に壊すんじゃないかなと思うんですけども、まあ、多分ね彼は意識が今下のバルキリーに行ってると思います、軽やかに死んでしまうんですよね。はい、このバルキリーが外に逸れてしまったり、このヒーこのクイーンヒーが死んでしまう、それでも強いこのナックル、これはね相当この戦術タウンホール級で今もう強いんじゃないかな。うん、最近ねこうタウンホール級に関してあまり特化して考えてなかったので、なんかこう久しぶりにねこうたまたまこのリプレイというかリアルタイムアタックを見てたんですけれども、あ面白いなと思って今回ねご紹介させていただきました。まあ、こんな感じでこれナイツという、まあ、ナイツって星にねおめでとうナイツ2って思ったんですけれども、あれよあれよと全開してしまったんですよ。もう食い火死んだ時点で無理かな、テスラ2本あったんでと思ったんですけれども、非常に強いですねこのね戦術で、よかったら皆さんもねやってみてください。ただしね、まあ、ヒーローレベルちょっと必要なのかなとは思うんですけれども、面白い戦術なので、お試しください。ご視聴ありがとうございました。